すごい見てて思うのがやっぱ土曜日日曜日試合じゃないですか、はいはい、週にあっても4回か5回の打席で、はい、打席ね、それはまあ例えば試合ずっと出てる子でもそんなわけです、ね、そうですね、うん、がやっぱ転がしに行ってるようなバッティングをしてたらやっぱ成長がしにくいと思うんですよね。やっぱ小学校のうちって一番ね楽しく野球がやれるというか伸び伸びやれる時期でもあるので、うん、やっぱそういう時にねやっぱフルスイングをしてほしいっていう感覚はありますよね。なるほど、うん、そうですね、気持ちよく、うん、チームによっては例えば待てね、待てがでしょで、まあボール3の待てはいいとするじゃない